まだですね、地図で確認したポイントではないと思うんですけれども、この辺りがですね、川が結構ですね、ぐるっと回り込んでるようなあの感じになっていてですね、ここのですね、木がですね、頑張ってですね、ぐるっと回り込んでるようなそんな感じがします。ということはこの木のね、あの先あたりがいいのかなっていう気がするんですね。この木のね、おびっくりした、と思いきや今ちょっとですね、この木のですね先に行きましたら、もうですね大きい石がこれゴロゴロしてましたね。ちょっとねここをですね探すのはちょっとね不可能に近いですね、これね。もうちょっとね、川がここのね、あの木の根元近くまでこう来てですね、あの砂とか土があればですね、そこを探ってみようかなと思ったんですけれども、この木のですね、ところがですね、この大きな石、これをですね、ちょっとね、のけるのはちょっとね、無理があるので、もう少しですね、先に行ってみたいと思います。で、先のですね、出るところって言ったらですね、内側のうねってるですね、内側のその手前あたりに今大きい牛がねちょっとね動きました。ちょっとよいしょ、虫、今ちょっとね虫がですねちょっとまとわりついててね、避けようと思ったらね足元が危なかった。でですね、カーブのですね、内側のちょっとそのね、砂砂利が溜まったところなのでね、本当はね、ここを来てね、こう来てですね、川が。で、このね、木がね、木のところがこう回り込んでるような感じになってるんで、この辺りがね、砂利とか砂でしたらよかったんですけどね。そういうですね、内側の、先のあたりのああいうですね、木とかでっかい岩のですね、元あたりが溜まりやすいんじゃないかっていうふうに言われてると思うんです。なのでね、今までもそういったところを重点的にね、あと岩盤のですね、なんか挟まってないかなとかね、そういうところをですね、重点的にですね探って探して来たんですけど、でここもですね、そういうところをですねちょっと探ってみようかなと思うんです。
でね、もう少しね、あの先まで行きますので、ポイントまで着いたらですね、もう一度始めたいと思います。終わります。